うしたのかな。篠崎、待て！篠崎！怪我してないかな。大丈夫だ。なんかあったらすぐ連絡しろよ。前みたいに目つぶって突っ走って勝手に死にそうになってんじゃねえぞ。俺だってお前一人くらい守れる自信はあんだからよ。本当に大丈夫？むちゃくちゃ探したぞ。しやがって。なんでそう周りを見ないで突っ走るんだ。猫かお前は。岸沼くんがあんなことするからじゃない。石を捨てたりするから。パーカーのやつか。うん。なあ、篠崎。死んだらどうすんだよ。もし、篠原や鈴本みたいに、お前の存在まで消えちまったら。悲しいじゃねえかよ。来やがった。篠崎、逃げろ。ざ
残念ながら今取り込み中なんだよ。行け、お前は逃げろ。早く行け。何やってる？行け！待って！もう仲間が死ぬのは見たかねえんだ！バカのあいつら、お前に優しいならよ！お前を守るのは俺じゃなくてもいい。ほら行け！死ぬな！逃げるぞ。来い篠崎。
とにかく逃げるぞ。来い篠崎。あの人体模型、主を失ってもまだ暴走してんだな。危なかったぜ。そうだ篠崎、お前あの石は持ってるのか。うん、ミストさんが持ってて、ここへ来るときに溢れちゃったの。マジかよ。ねえ、シヌマ君はどうしてここに来れたの？幸せの石は私たちが持ってきちゃったのに。ああ、来た経緯は話せば長くなるが、もう一組あったんだよ、あの石は。アイコのやつがこっそり隠し持ってやがったんだ。アイコさんが？それでここに？その石をここへ飛ぶ瞬間のアイコから奪ったってやつがいてな、別に無理やりくっついてきたんだ。けど気がついたら俺一人で。その人もこの天神所に来ているのかしら。ああ、多分な。あの石が本物で、俺が今ここにいるってことは、きっとあの女もどこかにいるだろう。確か、マガリってやつだ。マガリさん？できればもう会いたかねえけどな。危なそうな女だったし。だが、そうも言ってられねえ。石はあいつが持ってやがるから、このままじゃ俺たちは帰れない。ミストってやつと合流するか、マガリをなんとか捕まえるなりしねえと。で、お前の方はどういう状況だ？あのね、アイコさんを探さなきゃいけないの。あと、
だそりゃ。サチだと？サチコの姉だって。サチコより危険かも。言葉が通じないもの。くそ、厄介だな。疲れた。様式のやつどこに行っちまったんだ。東照学園に行ってもいなかったし、バイト先にもアパートにもいなかった。篠崎の携帯に電話をしても繋がらないし、あいつら一体どこで何をしているんだ。この世の中もどうなっちまってるんだよ。なんでうちの周りに。あの人って確かこの前屋上にカツ丼持って現れた人じゃないのか。ただいま。あら、お帰りなさい。え、クオン先生。ゆうか、おかえりサトシ。クオン先生って本当にいい先生よね。母さん、おかえりサトシ。ナオミまで。先生、一体どうしたんです？中島さん、私の家にずっといるより仲良しのサトシ君のお家に連れてきてあげた方が彼女の心にはいいかなって。なるほど。ほら、もうご飯もできてるから手洗ってらっしゃい。今夜はカレーだよ。ご飯は100回噛まないとダメ。唾液が混じって消化を助けるし、喉を守って発声も滑らかにする。私が噛んであげたから。はい、あーん。
丈夫です。飲み込んでください。あと近いです。自分で噛めますから、僕は人間ですし。合理的とかそういう問題か？じゃあどうぞ、召し上がれ。はぁ、美味しいけど。天神症から帰ってきた俺たちは、みんな、どこか体調に異変が起こっていた。無理もない。あんな異常な体験をしたんだ。ナオミ、そっちは大丈夫か？先生優しいし、でも、ユイ先生に会いたいな。先生や篠原たちがいない代わりに別の人がいて、こっちの世界にもその人の人生がある。両方に関わるうちにだんだんと気持ちの整理がつかなくなってきてる。俺たちはどっちを正しいと言えばいいんだ。サトシ、岸沼と委員長って、いろいろ回ってみたけど、屋敷はどこにもいなかった。篠崎にも電話してみたが通じない。そう、明日の朝屋敷のうちにもう一度行ってみるよ。うん、じゃあ私も学校行く前に委員長の家に寄っていくわ。頼む。それじゃあもう遅いし寝よう。ゆっくり休んでくれ。うん、おやすみ。